まだ早いし、どこかへ行く？来たか。同行してくれて感謝する。そんなことはない。僕たちも到着したばかりだ。この後遅延のボスと交渉を行う。今日の中で最も重要な予定だ。姉さんは諸事情で少し遅れたが支障はない。出発しよう。待て待て、信頼できない人間だと思われるのは心外なんだけど。話し合いの場所はボルダータウンにある診療所だ。僕と姉さんにとっては初めて訪れる場所だから、君に道案内を頼みたい。下層部の様子は僕の記憶と少し違うな。なんだか見てる人の視線があまり友好的じゃないような。おお、見てみろ。この小さな診療所でこんな光景を見ることになるとはな。またお会いしましたね、オレグさん。そんなにかしこまらなくていい。ああ、お前はまだ知らないんだったな。先日、守護者の就任式の時に少し話をしたから、一応顔見知りなんだ。しかし、こちらのお嬢さんは？私は、元技術部の技師で、ジェパートの実の姉なんだ。よろしく、ボス。一気に賑やかになったな。悪くない。ちょうどお前もいることだし、話し合いが終わったら一緒に飯でもどうだ。今までちゃんともてなせていなかったことを、ナターシャもずっと気にかけていたんだ。至極光栄です。しかしおっしゃる通り、先に話し合いを行いましょう。ここは人の行き来があって話し合いに向かない。診療所の中で話そう。ナターシャも待っているしな。兄弟だったの。若いのに優秀なのね。さすがベロブルグの受衛官だ。下層部の面々がシルバーメインを非難することを考慮し、開拓者の人望でそれを和らげようと考えたんだな。その通りです。ブローニャ様は終始そのことを気にかけていらっしゃいました。隔絶されていた年月の中で
下層部の人々がシルバーメインに対して大いに不満を溜めてきたのは分かっています。大守護者様の名のもと突然下層部を管理下に置こうとすれば必ず反感を買うでしょう。本当にいい分析だな。その若さで受衛官になれたのも納得だ。つまり受衛官さんはこの機会に遅延を懐柔することで下層部でのシルバーメインの印象を良くしたいと考えているのね。はい。聞こえのいい言葉を使わなければ私たちの目的はまさにその通りです。じゃあいくつか質問をさせてもらうわ。もし遅延が下層部を十数年もの間放置してきた君たちに力を貸すつもりはないって言ったらどうするのかしら。力ずくで私たちを屈服させるの？うわ、バッチバチだね。彼女何者？はあ、先代の大守護者様の独善的な策は上層部と下層部の断絶を招きました。その結果本来一心同体であったはずのベロブルクの人々は互いに疑念と恨みを抱くようになってしまっています。ブローニャ様はその断絶を修復しシルバーメインに対する信望を新たに確立したいと考えておられます。しかしそれは私たちが横暴な方法で下層部を奪い返すという意味ではありません。民間組織である遅延は下層部の秩序を十数年にわたって維持されてきた。それは決して容易なことではなかったはずです。皆さんが下層部の安定のために注いだ心血は常人の想像を超えるものであったと思います。シルバーメインは決して功績や権力を奪いに来たわけではありません。お二人に保証します。すぐに下層部の住民の信頼を得られなくとも、まずは遅延の助けとなり下層部の安定の維持に協力したいと考えています。私たちは信頼を再構築し一致団結を成し遂げ安定したベロブルグを再建するために行動しているのです。信じられない。ジェパードがこんなに賢い話をできるなんて。いい回答ね。オレグ、どう思う？試すのはここまでにしよう。答えは明白だ。俺たちの目的は一致している。一致団結し安定したベロブルグを再建する。この兄弟にブローニャのお嬢ちゃんがいればおとぎ話で終わらずに済みそうだ。わかったわ。ブローニャに伝えてちょうだい。遅延は治安業務の引き継ぎのために全力で連携するわ。ただ下層部の複雑な状況を考慮して予想外の出来事に対する準備を。モンスターが劣化、劣化のモンスターだ。劣化のモンスターが町に向かってきてる。まずい、トラブルが起きたようだ。ナタシャ、お前はここに残って病人の看病をしろ。外の騒ぎは俺たちに任せるんだ。ええ、下層部の安全はみんなに任せるわね。みんな外に飛び出していった。状況を見に行こう。
みんなお願いだ、俺の仲間を助けてくれ。モンスターが校区に侵入したんだ。お願いだ、俺の仲間を助けてくれ。じゃないとあいつらモンスターたちに殺されてしまう。慌てなくてもいい。我々シルバーメインが必ず下層部の住民の安全を保証する。君たちはどの方向から来たんだ？大黒だ。特別でかい鉱脈がある。分かった、心配は不要だ。すぐにシルバーメインを手配して被害に遭った者の捜索と救助を行う。オレグさん、校区での捜索と救助はシルバーメインにお任せください。ボルダータウンの防衛に関しては遅延にお任せします。前線から帰還した負傷者を受け入れながら後方の安全の確保を行ってください。確かにお前には司令官の素質がある。承知した。任務は完遂しよう。そうだ、お前のところの新兵たちはまだ下層部の地形に詳しくないだろう。遅延からも何人か前線に向かう者を派遣しよう。本当にありがとうございます。オレグさん、孫悟の名のもとに全ての命を救うため尽力するとお約束します。僕は部隊を率いて先に大航空に向かう。二人もできるだけ後に続くように。あの人たちを前にして何も口を挟めなかった。職務を果たす軍人、力の限り戦う民間の戦士、それに比べたら私は全然ロックじゃない。急に私の葛藤が幼稚に思えてきたよ。それもそっか、こんな考えが浮かんでくるのは暇な時間が長かったからかな。ただ他の人が生きることに命を懸けている。それなのに私はここから逃げようとしてるから少し違和感を感じちゃって。あ、まさかジェパードは罪悪感で私を引き止めようとしてるんじゃ。確かに。とにかく弟の頼みにうなずいてここに来たんだから少しは役に立たないと。モンスター、あんたは大航空までの道を知ってるんだよね。準備ができたらジェパードの後を追おう。その言葉を待ってた。行こう。各歩兵に次ぐ陣地を守り、歩兵部隊たちの進行方向に対して弾幕による支援を行え。ここの地形は狭い。歩兵部隊は2列編成の陣形を取る。この絵は前に、狙撃手は後ろに。負傷者の避難を優先しろ。急ぐことは厳禁だ。それを忘れるな。
来てくれたのか。準備をしてくれ。これから歩兵部隊と連携を取りながら校区の深くまで向かう。校区の後方はすでに安全を確保した。前線の支援を十分に行えるだろう。シルバーメインと遅延が臨時で組んだ戦闘部隊は緩やかに進み、怪我人の捜索をしている。事態は緊迫している。僕も前線に向かう。指揮は参謀が引き継ぐ。その軍の指揮には詳しくないんだけど、最高指揮官ともあろうものがそう簡単に前線に突っ込んでいっていいの？今回はシルバーメインキンクの時の状況とは違うでしょ。私と彼女で道を切り開くよ。音、うん、ジェパード、あんたはやっぱり後方にいた方が。心配してくれてありがとう、姉さん。だが僕の判断を信じてほしい。僕はオレグさんに全ての命を救うために尽力すると約束した。言ったことは必ず成し遂げなければならない。あんたは一度決めたらてこでも動かないよね。分かったよ、弟。出発しよう。シルバーメインと遅延のために道を切り開く。非戦闘員は速やかに校区の端に退避するんだ。すでにシルバーメインが防衛戦線を敷き、君たちの安全を保障している。烈海のモンスターが向かってきた。どうする、ジェパード？もちろん倒す。人々の援護を行う。私が守る。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ！この曲をあんたに。ハイになる！誘ってないけ、され！大して強くはない。だが警戒は怠るな。ここはもう安全だ。前に進もう。もっと礼儀がなってね。お注射の時間よ。おやすみ。見事な手術だったわね、ジェパード。見て、前に甲府の臨時避難場所があるみたい。そうだ、私たちは遅延と協力して戦いに巻き込まれた甲府の救助を行っている。君たちの他に非戦闘員はいるか？シルバーメインと遅延が協力？
この先に女の子が走っていったわ。私の兄弟も後を追って行ったけど、まだ戻ってこない。わかった。私たちが彼らを連れ帰ろう。シルバーメインと遅延はすでに橋に防衛線を敷いている。君たちは先にそこに向かい避難するんだ。戦闘は私たちに任せるといい。君たちは早く逃げるんだ。わかった。助けてくれてありがとう。その程度警戒して。この曲はあんたに。全ては星々の星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。盛り上がってるじゃん。己を解き放つ準備を。反抗陽動霊落。誘ってないけど誰かな。おやすみ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。盛り上がってるじゃん。乗ってる？ネギそれ。私が守る。この曲はあんたに。もっと。誘ってないけど。己を解き放つ準備。反抗陽動霊落。悪い子ね。おやすみ。ランス戦闘準備。盛り上がってるじゃん。乗ってる。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。すっきりした。それお注射の時間よ。お薬の時間よ。私が守る。このまま進んで子供と甲府を探そう。なんだか少し寒くない？槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。己を解き放つ。反抗陽動霊落。警戒して。さあもっと。悪いって。ダンス戦闘準備。乗ってる。誰かな。おやすみ。この曲はあんたに。もっと。
私が守る。はいになれ。ネギが鳴って誰かな。自分の意志で。ランス、戦闘中。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。子供たちが危険な目に遭っている。早く行こう。すべては星々の星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。盛り上がってるじゃん。もっと。誘ってないけど誰かな。手の施しようがない。おやすみ。君たち、ここは危険すぎる。早くコークの橋に向かうんだ。そこでシルバーメインと遅延が保護してくれる。わかった、ありがとう。ちの、お姉ちゃんの手をしっかり掴んで、ここから離れるよ。ここ寒いし、怖いよ。モンスターが強くなっている。同じ種類のモンスターでも以前はこれほど強くなかった。間に合ってよかったよ。もう少し遅くなってたらあの兄弟はどうなってたか。あの少女、とても勇敢で昔の姉さんに似ていた。ん？ないない。確かに父さんも怖かったけど、劣化のモンスターとは比べ物にならないでしょ。それに私が父さんを鬱陶しく思ってるのは厳しすぎるからって理由じゃない。ただ父さんがカカリアの封鎖令を何も考えずに実行したことが信じられなかったんだ。昨日までは人々を守るって言ってた人が次の日にはそれを諦めるなんて、何が書くんだ。表せるよ。父さんは名のある軍人だ。軍人は命令を過度に理解しようとしてはいけない。いや、この話はやめよう。父さんの肩を持つと姉さんは怒るからな。少なくとも今の僕たちには正しいことをするチャンスがある。腹が立ってきた。家を出たことは本当に正しい判断だったと思うね。問題は逃げるだけでは解決しない。家を離れてから随分経つのに姉さんは父さんのことになると怒る。それはまだ過去の出来事にできていないからだろう。姉さんの選択に干渉するつもりはない。ただ逃げるための手段にするのではなく、しっかり考えてから決断をしてほしいんだ。すまない、姉さんに説教すべきではないな。いや、気にしないで。あんたが何を言いたいのかはわかる。本当だよ。ただもう少し時間をかけて考えたいんだ。まずは目先の危機を何とかしよう。さっきの甲府が言うには彼女の仲間がここにいるんだってね。
辺りを探してみる？ああ。気をつけてくれ。周囲の気温が明らかに下がっている。これは異常現象だ。見たことのないモンスターに遭遇するかもしれない。今以上に注意して進もう。手強いモンスターだった。さっきのガキ二人はどうなったんだか。え？烈海のモンスターを倒したの？どちらとも言えないな。はぐれた一匹を追い払っただけだ。お前たちはあっちの方向から来ていたな。誰かに会わなかったか？兄弟でちっこいのとでかいのなんだか。ならよかった。ずいぶんと遠くまで追ったから二人を置いてけぼりにしたかと思ったぜ。だから君も早くコークの橋に避難してくれ。シルバーメインと遅延で安全な場所を確保している。おおよかった。あの二人が無事なら安心して避難できる。でもこの先にいるモンスターはすごく強そうで、まるでボスのようだった。気をつけてくれ。情報を感謝する。十分に用心しよう。前方に強敵がいるようだ。二人とも十分に用心してくれ。あのモンスター、キンクの前線で何度か遭遇したことがある。待て、距離を取るんだ。この敵何かがおかしい。どうしたの？このモンスターは普段はとても攻撃的で、烈海で遭遇すると激しい戦闘は避けられないはずなんだが、目の前にいるこの個体は僕たちを見ても何もしようとしない。何かの罠なのかもしれないな。そのままの意味ではない。この事態は異常だと思っただけだ。この付近の空気すごく寒い。正確、約束、聖なる。こいつ今喋った。軽率に攻撃をするのはよそ。迎撃する準備をしっかりしてから。この声、ジェパードには聞こえてないの？ジェパード、セーナル、ランドゥ。今、セーバルとジェパードの名前を。こいつ、うるさい。烈海の造物ってこんなにブツブツうるさいの？話している。僕にはめちゃくちゃな雑音にしか。待て、君まさかモンスターの言葉がわかるのか？私たちの名前を？どうして？噂で聞いたことがある。荘厳な人の形をした烈海の幻影は赤日の守護者の意志が凝固した残響だと。噂が本当だとしたら。かかりよ。あんたって女は死んだ後も悪影響を残すなんて。今まで起きたことを何とか忘れようとしていたのに、あんたはまた私の前に現れた。カカリア、あんたは大バカ者だ。研究を阻止して
生活もぶち壊して、これ以上私から何を奪うつもり？姉さん、落ち着くんだ。あれはただの劣化の幻影に過ぎない。まさか私たちが一緒に過ごした時間は全部偽りだったっていうの？あんたはかっこよく言ったけど、私に説明する義務があるとは思わないわけ？姉さん！ランドゥ、下がれ！約束された新しい世界、貴様らの居場所はない！落ち着くんだ！姉さんがカカリア様に答えを求めているのは分かっている。だが目の前にいるそれはただの敵だ。劣界の中で形成された悪意に過ぎない。そこから答えを得ることは不可能だ。共に戦おう、姉さん。一緒に赤日の幻影を追い払うんだ。もちろん姉さんがまだ過去に向き合えないと思うのなら、僕と彼女が代わりに戦おう。姉さんの心のわだかまりが消えるまで。あなたたちは本当にごめん、ジェパード。いつも重要な時にあんたに迷惑をかけてる気がするよ。でもまさかあんたが人に葉っぱをかける術を学んでるとは。そこまで言われたら、カカリア、私とあんたの過去をここで清算しようじゃないか。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ！なってる？正義がなってないわ。おやすみ。間に合う。ほんの気持ちよ。気にしないで。すっきりした？反抗、陽動、霊落！命じろ。どうだ、誘ってない。手の施しようが。私が守る。だんだん正常に戻ってきているようだ。劣界のモンスターもチリジリに逃げている。
今回の騒ぎの元凶はカカリア様の幻影にあると考えるのが妥当だろう。これまでに起きた未知の異変も同様のはずだ。何はともあれ、今回の危機は一段落した。君は大丈夫か？確かに。しかし、君の戦闘経験が豊富なおかげで、どんな技にも対応できて助かったよ。君がいなかったら、幻影との戦いはもっと長引いていただろう。姉さん、大丈夫か？気分はどうだ？なんだか胸の使いが降りた気がする。それにしてもあいつが消える瞬間すごくうるさかったけど、あんたなんて言ってたか聞き取れた？そうなんだ。あんたは本当に融通が効かないな、カカリア。でもどうでもいいや。この先はもう私とあの女は無関係だからね。今回は本心からの言葉のようだ。本当に執念を捨てることができたのなら僕も嬉しいよ、姉さん。任務はこれで終わりだが、僕はまだシルバーメインや遅延とともに後処理をする必要がある。二人は先にナターシャさんの診療所に戻って、僕たちが救助した怪我人の様子を確かめてくれ。わかったよ。じゃあまた後で会おう。あんた、ここは弟に任せて、私たちは町に戻ろう。まだ早いし、どこかへ行く？なるほど、前線の状況は分かった。もちろんこっちも休まずに校区から搬送されてきた怪我人の手当てをしていたわ。とにかく今回は本当にお疲れ様。遅延の力だけではこの騒ぎを鎮めるのは困難だったはずよ。ジェパード守衛官のおかげで被害を最小限に抑えることができたわ。今回のことで下層部でのシルバーメインの評価はかなり良くなっているはずよ。もちろん君たちにも感謝しているわ、開拓者、それからセイバルさん。ちょっとそんなかしこまらないで。活躍したのは私以外の二人だよ。私だけだったら校区の中で死んでたかもしれないし。結構大変だったよね。怪我はしてないかしら、セイバルさん。診察は必要？大丈夫だってば。問題もスムーズに解決できたし、あとはジェパードたちが戻ってくるのを待つだけ。ナターシャさん、ただいま戻りました。ん？この声はジェパード？
オレグさんもすでにコークの災害の状況を確認してくれました。彼は今町で人員と物資の調達、そして後処理の準備をしているため、しばらく診療所に戻れないとのことです。騒ぎは問題なく解決したようね。ありがとう。もう少し話をしたいけど、まだ手当てが終わってない怪我人たちを見る必要があるの。そういえば診療所に一組の兄弟がいるのだけど、君たちに助けられたって聞いたわよ。時間があるのなら彼らの様子を確認してみるといいわ。ナターシャさんの提案に賛成だ。あの兄弟の様子を見に行こう。いい子だから薬を飲んで。痛くなくなるよ。でも黒い煙が出てるような。あなたたちは大航空で私たちを助けてくれた皆さんが上層部のシルバーメイン様ですよね。皆さんが助けてくれなかったら、おそらく私たち兄弟は今頃何としても恩返しをしますので、すぐに仕事を見つけて、そうすれば。そういうわけにはいきません。両親がいたらきっと皆さんに恩返しをしようとするはずです。パパとママはずいぶん前にここから離れたところに行ったんだ。遠いからまだ帰ってきてないんだよ。うん、二人はきっとそのうち帰ってくるよ、ジノ。つまりあんたはずっと一人で弟の面倒を見てるってこと？大変だね。そんなことありません。姉として当然のことですから。ただ最近は危ないことが多くて不安になるんです。弟はまだ幼いのに、もし一人で下層部で生きていくということになってしまったら。いえ、そんなこと考えたくはありません。前任の大守護者様の決断は十数年の封鎖を招き、多くの悲劇を生んだ。だがブローニャ様の導きのもと、シルバーメインは未だ果たせずにいる責任を背負い、秩序を再建する。その時になれば君はもう自分と家族の安全の心配をしなくてもよくなるだろう。ジェパード様。命はとても重い。ましてや君は弟の分まで背負っている。それはきっととても大変だったはずだ。知能だったな。うん、シルバーメインのお兄ちゃん。君はまだ幼いから姉さんの庇護が必要で当然だ。だが君が大きくなったら、姉さんが君のためにしたことを決して忘れずに、自分の力で家族を守る術を学ぶ必要がある。姉さんに頼られる存在になるんだ。もし誰も助けてくれなかったとしても、君たちは少なくともお互いに対して心を開くことができる。分かったよ。僕お姉ちゃんをちゃんと守れるようになる。ありがとうございます、ジェパード様。チノも私も今の言葉を心に刻みます。本当になんでこんな重たい雰囲気になってるの？今日はここまでにして、二人をちゃんと休ませよ。弟よ、まだ元気はある？少し話がしたいんだ。
ジェパード、さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。人は常に一人だけで問題に向き合って葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。他人、少なくとも親しい人に頼ることを学ばないとダメだ。さすがだよ弟。どういう意味だ？明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって僕たちは家族だから。よし、気が変わった。計画変更。私はベロブルグに残る。請求列車には乗らない。姉さん、僕はただ心の重荷を下ろして欲しかっただけで、ここに残れと強要しているわけではないんだ。安心して弟よ。これはしっかり考えた上で出した結論だから。あ、いや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。それこそ未熟の証なんだと思う。カカリアのことも家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間関係をうまく処理できずにいた。似たような問題に直面するたび真っ先に逃げていたんだ。でも今日からはこの癖を直していくつもりだよ。だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。そうでしょ？ああ。あんたのおかげで仮想部の人たちの状況も目にすることができたし、突然私にまだできることがあるんじゃないかって、この街に貢献できるんじゃないかって気づいたんだ。ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ二人にお願いしたいことがある。私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。わかった、一緒に行こう。あ、その前に一度からくり工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。あんたは先に行って待っててくれない？大丈夫、弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。このデカ物が性格の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。そう、カカリア様はここで亡くなられた。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。
ここに来たのは特別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、姉さん。見ろ、カカリア。絶対に目をそらすんじゃないよ。なぜなら私は影の中で生きることはしない。どうだ、姉さん。唯一残念なのはあいつの顔が見られないことだよ。本当に残念だ。よし、やるべきことは全部終わった。二人ともありがとう。ずっと付き合ってくれて。今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんのおごりだな。まだ早いし、どこかへ行く？
恐れていては何も成し遂げられないぞ。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 
私が守る。乗ってる？礼儀がなってないわ。お注射の時間よ。もっと誘ってないけど。それ！キリした。この曲はあんたに乗ってる。
警戒して。ふん。はいになる。礼儀がなってないわ。おやすみ。私が守る。この曲は乗ってる？誰かな。ダンス、セブン。誘ってないけど。手の施しようがないわ。おやすみ。盛り上がってるじゃん。もっと。大丈夫。私が守る。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。Thank you.
まだ早いし、どこかへ行く？Thank you.
どうしてまたパーツを盗みに来たんだろう。今回は手がかりを残してるかな。あ、外から来たお姉さん。その、実は最近キャンプでおかしな窃盗事件が起きてるんです。流浪者のみんなが一生懸命集めたパーツがなぜか消えると言っていました。だからキャンプに泥棒が現れたんじゃないかって疑っていて、でもずっと調べてるのにパーツを盗んだ泥棒を見つけられないんです。しかももっとおかしなことに、パーツを盗むだけで他のものには全く興味がないみたいで、みんなどうしようもなくなってスバローグに調査をお願いしたんです。でも今のところ何の成果もなくて、クラーラも自分で調べてみたんですけど手がかりを見つけることはできませんでした。なんだかクラクラします。どうしてこんなおかしな泥棒が。お姉さんもこの事件について調べてくれるんですか？それなら、クラーラじゃ気づけなかった手がかりが見つかるかもしれない。ただ、クラーラが知ってる情報はあまり多くありません。泥棒はずる賢くて、キャンプにほとんど痕跡を残していないんです。あ、そうだ。昨日の夜、パトロールしていた人たちが泥棒に遭遇したらしいです。クラーラはまだ話を聞けていないので、一緒に行きませんか？ちょっと変なあだ名。でも、クラーラはかっこいいと思います。じゃあ、出発しましょう、お姉さん。
丈夫ですか、おじさん。昨日の夜、パーツ泥棒に遭遇したって聞きました。何があったか教えてもらえませんか。俺、いや、違う。そこにいるのは誰だ。クラーラだったのか。俺はてっきり驚いたぞ。俺は確かに昨晩あの泥棒を見たが、隣にいるのは誰なんだ。開拓者？ああ、分かった。お前がベロブルグ全体を騒がせているよそ者だな。よかった。お前みたいなできる奴が泥棒を捕まえに来たなら安心だ。少し整理させてくれないか。昨晩の出来事を教えるから待ってくれ。よし、事の次第はこうだ。昨晩、俺は夜の見張りをしていて、あのパーツ泥棒に遭遇したんだ。そして、俺は…ゆっくり。昨晩の見張りの時、寒くて腹も減っていたから、一度キャンプに戻って、残しておいた缶詰を温めて夜食にしようと思ったんだ。そして、テントを開けたら、あの黒く恐ろしい影が目の前に飛び込んできたんだ。あの時、キャンプは真っ暗で、泥棒の顔ははっきり見えなかった。でも確信を持って言える。あれは絶対に凶暴な奴だ。なぜなら、奴が逃げようと身を翻した時、身につけていた刃物が俺の顔を切ったからだ。あの時は死ぬかと思った。俺の顔を滑るあの冷たい感覚、それから鉄の匂い。奴は絶対に金属製の武器を持っている。これだけは絶対に記憶違いじゃない。それに暗闇の中で見たシルエット、奴の頭は四角だった。そうだ、絶対に四角だった。信じられるか、頭が四角い人間なんだぞ。恐ろしすぎる。確かにお姉さんの言う通りです。なるほど、クラーラが記録しておきます。おじさん、落ち着いてください。つまり泥棒は金属製の武器を持っていて、それに頭が四角だったということですか。ああ、そうだ、間違いない。クラーラはこれらの手がかりでは何も思いつきません。お姉さんはどうですか。悪いが、あまりにも怖かったんだ。黒い影が飛び出してきたっていうのに、細かいところまで気にすることができるやつがいると思うか。これ以上の情報はないみたいです。でも犯人の外見は分かりましたね。それにとても凶暴なようです。でもどこでそんな人を探せばいいのでしょう。ああ、そうだ、そうだ。奴は慌てて逃げたから何かにぶつかっていた。多分痕跡とかを残しているはずだ。それは重要な手がかりです。お姉さん、これから一緒に現場を見に行きませんか。奴はあっちに逃げたはずだ。現場は動かしてないから痕跡が残ってるはずだ。
よし、それじゃあ頼んだぜ、親切な姉ちゃん。お姉さん見て、この跡は自然にできたものではありませんよね。犯人が残したものでしょうか。痕跡はあっちに続いています。近くを探してみましょう。残したものじゃないみたい。ここで途切れています。この近くで他の手がかりを探すしかないみたいですね。でもこの近くには機械ゴミの捨て場。まさか。はい、クラーラ、ちゃんとお姉さんの後についていきます。やっぱり手分けして。待ってください、この音は。小さなロボット、何かを探しているんでしょうか。でもスバローグは最近そんな命令なんて出していないはず。でも確かにみんなから盗んだパーツを持ってるみたいです。そういえばクラーラたちが見つけた痕跡、それに金属で擦った跡。お姉さんもクラーラと同じ考えみたいですね。よく見るとあのロボット、ベロブルグ製には見えません。まるで捨てられた金属の素材を適当にくっつけたみたい。小さなアームが一本ついているみたいですね。あ、向こうがこちらに気づきました。人、僕、傷口、危害、ない、お、ないで。わかりません。でも逃げる様子もクラーラたちを攻撃する気配もありません。でも何か言いたいようです。僕、人、危害、ないで。まさか、人、僕を傷つけないでって言ってるのでしょうか。人、パーツ、
必要。リベット修理必要。タウンパーツ必要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 。機械ないで。この子の言葉ぐちゃぐちゃだけど、クラーラはなんとなく理解できます。どうしてもこのパーツが必要みたいで、クラーラたちに攻撃してほしくないみたいです。クラーラ、こんなおかしなロボットは見たことがありません。一体どうしたんでしょう。この子はコミュニケーションを取ろうとしているけど、言っている内容がすごくぐちゃぐちゃです。多分言語中枢に問題があるのかもしれません。だとしたらこの子はクラーラたちの言うことを理解できないと思います。逃げ、離脱、焼き入れ、棒お、ない。逃げられちゃダメです。あの子はみんなのパーツを持っています。どうしよう。力ずくで止めるしかありません。お姉さん、あまりひどいことはしないでください。後でクラーラがどうにかして修理するので。ダメージ、痛覚、やめ、危害、嫌だ、痛い、ごめん、パーツ、ごめんなさい。盛り上がって乗ってる？ごめん、痛、苦しい、痛い、痛い、ごめん、痛、ごめん、ごめん、痛い。ごめんなさい。痛い。ごめん。どうしよう。ごめん。痛い。ごめんなさい。どうやら完全に動けなくなったみたいですね。許しを求めていたみたいです。クラーラもよくわかりません。クラーラ、なんだか落ち込んできました。とにかくこの子とパーツを持ち帰りましょう。クラーラがなんとか、クラーラが絶対に修理してみせます。もし修理できなかったら、スバローグに助けを求めます。スバローグが絶対に何とかしてくれるはずですから。個体のコンディションを診断開始。クラーラ、しばらく待っていてくれ。スバローグが診断している間、先にこの子を簡単に検査してみませんか。この子の塗装、それにこのカスタムパーツと取り付け方、不思議です。でもこれだけは確実に言えます。この子は遠隔操作されているわけではなく、自身の意思で行動しています。この子の構造は
すごく奇妙です。クラーラ、こんな構造のロボットは見たことがありません。これはまるで誰かが適当に組み上げたみたいです。この子を作った人は多分システムが正常に動くかどうかなんて考えていなかったんだと思います。まさかこれは人に捨てられたロボットペットの失敗作。もしペットだったらどうして自分でパーツを集めているのでしょうか。クラーラは聞いたことがあります。キャンプでは拾った小さなロボットをペットとして飼う人がいるそうです。中には自分でペットを改造する人もいて、彼らはそれをペットアップグレードと呼んでいます。ロボットペットを飼える人は少ないんですが、時間が経つと小さなコミュニティができるんです。そこではペットを飼うコツを交換したり、さらにはペット同士を戦わせたりすることもあるそうです。記憶が正しければ、この子が盗んだパーツは本来ロボットペットのアップグレードに使われるものです。クララもロボットペットは変だと思います。そのごめんなさい、急にそんな風に思ってみただけなんです。引き続きどうやってこの子を治すか考えましょう。この差し口の位置すごく変わってます。チップの位置も注意深く探さなければ見つからないようなところに隠されています。コンディション診断終了。外装損傷度 98.2%。 診断結果、完全な復元は不可能。提案、オリジナルの外装を廃棄。コアモジュールとチップは新しい外装に移し、表層の回路と関連するギアは維持。いい考えだね、さすがスバローグ。つまりこの子を直したかったら新しい外装を探せばいいんだよね。クラーラも売っている人がいるかどうかわかりません。でもロボットの外装が必要なら機械の墓地の近くにあるはずです。みんな墓地と呼んでいますが、実際はいろんな部品がありますから。そのクラーラはまずパーツを返した後にこの子の状態の確認を続けようと思っています。機械の墓地での外装探しはお姉さんに任せてもいいですか。本当ですか。お姉さんは異端者の素質があるんですね。
お願いします、お姉さん。入り口でトビーを探してください。見た目は少し簡素ですけど、機械の墓地に一番詳しいロボットなんです。トビーにお姉さんの道案内を任せます。こんにちは、クラーラさんの客人。何でも言ってほしい。あなたの手助けができることを嬉しく思うよ。すでにクラーラさんから指示されているよ。あなたのために機械の墓地への案内ルートを構築中。あなたのためにナビゲートを。超加速モードを起動したい。なら、その場で半時計回りに10回回転させるんだ。その後、時計回りに270度回転させて確認してね。この曲はあんた反抗陽動霊楽盛り上がってるじゃん。もっと お薬の時間よ。助かった、ありがとう。誘ってないけど。それ悪い子。おやすみ、私が守る。乗ってる。第一目標地点に到着したよ。このロボットのタイプはボルク。廃棄理由、ロボットペットの血統中に刺され貫通した時の傷によりチェーンソーの燃料タンクが爆発。ロボットペットの血統ってなんか怖そう。高温で溶けて外装がめちゃくちゃになってる。残念だけど持ち帰るのは無理そうね。まもなく第二目標地点に向かうよ。席について安全ベルトをしっかり締めてね。注意、速度を超過してるよ。ベロブルグの交通規則を守ってね。スピードを落として安全第一で行こう。準備は反抗陽動霊楽もっと
お注射の時間よ。ステージを重ねるほど最高になるんだ。第二目標地点に到着したよ。この機体のタイプは19、本機と同じタイプだ。この機体は命令解析を誤り 7.1 キロにわたって暴走した結果、モーター構造が発火してコアモジュールのメルトダウンを引き起こしたため廃棄された。そんな突拍子のない廃棄理由があるとは。外装の状態は悪くない。ひとまず持ち帰ろう。今回のナビゲートが完了したよ。後方から来る車両、敵および自動騎兵に注意してね。ナビゲート完了。トビーを信用してくれてありがとう。5つ星レビューが自動生成されたよ。どういたしまして。戦闘準備。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。それ。おやすみ。もっと。この曲は乗ってる。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。だ、はっ、だ、はっ。休憩の時間だ、クララ。私はネガティブな感情のまま機械を修理するのは反対だ。それはあなたの体と精神にダメージを与える。クララは大丈夫。安心して、スバローグ。あ、お姉さん戻ってきたんですね。トビーの案内で機械の外装を見つけることはできましたか？これは、その、この子の元々の外装とは違うタイプに見えます。でも、大きな問題ではありません。小さなロボットの構造はみんな似ていますから。お姉さん、今回はありがとうございました。クララは、この子のチップを取り外しました。あとは、よいしょ。このたくさんの配線構造を新しい外装に移し替えるだけでいいはず。見た目はすごく変わったけど、全体的に見れば成功ですよね。でも、考えてみれば、クララが今やったことは、みんながやってるペットアップグレードとあまり変わらない気がします。五感、い、五感、ひ。言ってることがおかしいような。五感以上、異常。嘘、まさかどこか故障してるの？異常、異常、異常、
異常。危険指数上昇。クラーラ、即座に危険源から離れろ。お姉さん気をつけて、この子暴走してる。異常。停止。さっきは本当に危なかった。スバローグとお姉さんがすぐ反応してくれてよかったです。一体何が起きたの？この子がどうして？互換性に何か問題が。故障診断を実行中。診断結果、チップに搭載されたシステムと新しいハードウェアに互換性なし。それに起因する動作不良。現在不具合はすでに排除された。危険指数低下、警戒解除を許可。とりあえずさっきの戦闘でこの子もなんとか新しい外装に適応したみたいです。よかった。でもクラーラはもう少し詳しくこの子の状態を観察したいと思います。互換性関連のテストは数日くらいかかるでしょう。それで正常な状態に戻るといいのですが。それとこの子の過去が気になります。お姉さん、できれば後でもう一度ここに来てくれませんか？クラーラは真相を突き止めたい。そのためにはお姉さんの助けが必要になると思います。ありがとうございます。お姉さん、この子が治ったらクラーラからメッセージを送りますね。スバローグ、この子に名前を付けたいの。どんな名前がいいと思う？情報検索、名前。検索開始。アイビー、アビゲール、エッダ、エイドッソン。また後でクラーラを探しに来よう。まだ正常に戻ってないみたい。後でまた来よう。